なんだ？ちょっと、おしっこしてきてもいい？黒い花、街を降りる、拒まれた時、人夢、竜に守られ、さぞや心強きことだろう。感謝せよ。どんな竜でも心強いってわけじゃなさそうだよ、ミカエル。同じように世界に弾かれ、同じように危機感を持って、でも結局殺し合うしかないんだね、私たちは。立派になったな、ミハイル。これは6人の姉妹の物語、歌の力によって守られる世界だが、一人だけ破滅を望む者がいた。裏切りの歌姫ゼロ。望んでいたよ、こういう狂った世界を。ゼロ様ともう一度やりたかったです。これはご褒美です。私はバカですからね。ゼンター、ゼンター。悪くゼロお姉さんと世界を私のために歌ってくれる。